平田七夕祭りは福島県いわき市平田で毎年8月6日から8日にかけて行われる七夕祭りである。祭り当日は岩城駅周辺の平商店街を中心に多数の露店が並ぶ。車道は閉鎖され歩行者天国となり賑わいを見せる。商店街の各店舗や幼稚園、学校などが合計約250基の笹飾りを展示し、 投票により最優秀賞や優秀賞などを決める取り組みも行われている。現在では期間中に岩木市青年ジャンガラ大会や最終日の8日、夕方から夜にかけては岩木踊りが開催されている。ジャンガラ大会は市内の青年会を中心に祭り会場に数カ所あるステージで平らの伝統芸能であるジャンガラ念仏踊りを踊る大会である。 2010年の開催で第40回大会となった。その他、フラダンスショーや、ストリートライブ、フリーマーケットなど様々なイベントが模様される、岩木駅前大通りで参加者が一斉に踊り始める、岩木の夏の風物詩である。ミキミノルが作曲を担当。リズムはジャンガラ念仏踊りからとっている。1981年から毎年行われており、近年では、 タイラ・タナバタ祭りの最終日に実施されている。毎年1万人以上の人々が踊りに参加。見物客は計7万人以上に上る。タイラ・タナバタ祭りで最も活気があり混雑するイベントである。事前にグループで申し込んでおけば誰でも参加することができ。参加者は一般チームや企業チーム、学生チームなどで数十人単位のグループを作り参加する。 また岩木踊りで交通規制がかかる道路は岩木駅前大通りとなっており、それまでの七夕祭りの歩行者天国の範囲にさらにプラスして規制がかかるので注意が必要である。岩木踊りは平らで行われる本大会の事前に市内各地で支部大会が行われる。なこそ四倉、常磐小名浜の各地で行われ参加者数は各大会戦から3000人ほど。 入り込み客数は1万5000から4万人ほどとなっている。対戦景気最中の1919 19年1月29日、宮城県仙台市に本店を置く77銀行が、福島県いわき郡平町に支店を出した。この平支店が、同年夏に仙台七夕に習って、七夕飾りを始めると、周辺の商店街でも七夕祭りを始めた。これが、 東祭りの始まりとされている。仙台では、戦後強行関東大震災後の震災不況、昭和金融強行による停滞感を跳ね返そうと、1927年に商店街が華やかな七夕飾りを始めた。翌1928年の東北産業、博覧会で七夕飾りのコンクールが開催されると華麗な飾り付けが創出され、仙台七夕は一変した。 ここに九百三十年、東北帝国大学出身の医師、南馬敦志が平の自宅に委員を開業し、仙台七夕に習って自宅前に飾り付けを行った。それまでの平田七夕祭りは短冊に願い事を書いて、笹に吊るし飾るというシンプルなものばかりだったが、南馬医師の仙台を参考にした飾り付けが評判となり、それを聞いた商店街は翌年から本格的に飾り付けを、 行うようになった。昭和初期にはジャンガラ念仏踊り大会の前身であるジャンガラコンクールが始まり、1962年より平田ラタ祭りと同開催となった。また1981年には岩木市政15周年を記念して岩木踊りを発表。当初は平田ラタ祭りとは別日程で行われていたが、2006年より祭りの最終日に組み込まれている。 気軽に参加できる踊りをコンセプトに今日まで多くの市民に親しまれている。1998年から七夕飾りの飾り付けコンクールが始まり、1999年には市内の幼稚園が制作した笹飾りが、2001年には共産企業による笹飾りが開始された。2009年の開催で90周年となり、かつてよく見られた造形飾りを復活させるなどの、 イベントを行った。近年の平田七夕祭りの入り込み客数は45万人前後だが2006年が48万人、2007年が39万人と、天候の影響などで年によって、ばらつきがある。岩木踊りの客数は、毎年7万5千人前後、参加者数は1万人超、参加チーム数は約150団体となっている。ありがとうございます。